え、だからパチンコマジで私行きたいんだけどマジでパチンコ行きたいんだけどさ、行けないんだよな。じゃ早く行ける世の中になってくれ。いや行きたいよ、行きたいけど行かないよ。いやちょマジで行きたいよ私。でももうなんか禁断症状は出ない、禁断症状出ないけど、実機、いや実機してたよ私だいぶ前に、もう1、2年ほど前にあのゴミ箱行きましたけど私の実機ちなみにですけど、うん、これを機にやめるのは考えた、いいえ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 、いや私パチンコやめようって考え生まれてこの方一度も思ってないんだけど、え何けど私がやっぱりそのなんかもう死んでも行きたいみたいな風になってないのはやっぱみんながいてくれてるからみたいなところはあるよ。うん、みんなが私のことを待っててくれてる。やっぱパチンコって朝から夕方までいちゃうから、私夜まではいないよ、疲れちゃうから。やっぱりその朝から夕方までいる時間はやっぱ夜の配信に向けて準備をするべきだって思うんだよ。うん、だってパソコンじゃねえだってパチスロ行った日の配信なんか多分何回かしたことあるけど、多分脳汁ドバドバだったと思う、分かんないね、負けた日にやってたかもしれない、この負けた金額をスーパーチャットで取り返そうみたいな負けたこの金をスーパーチャットで取り戻そうみたいな、そういうのがあったかもしれないけど、そう、いや今は別に取り返すものもないから今は別に、ね、取り返すものはないから、でもちょっとあの Uber Eats 代は最近出させてるみたいなもんはあるけど、でもそれは別に経費になってないから Uber Eats とかも、うん、そう、結局はそれの税金は払わなきゃいけないんだから。